この新たな観光財源を世界中の人々が訪れたくなる日本の実現のために、先進的でコストパフォーマンスの高い施策に充当します。政府は2019年1月以降、日本を出国する人から1人1000円ずつ徴収する国際観光旅客税の使い道について基本方針をまとめました。出入国審査の手続きをスムーズにするため、顔認証のゲートを大幅に増やすほか、インターネットを通じた対外発信力を強化することなどを掲げています。